ビジャレアルは、現地時間19日にイエバルと対する。ウナイ・エメリ監督が試合前日の会見、MF、久保建英に触れた。スペイン、マルカが伝えてる。今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、久保はラ・リーガ開幕戦のエイバル戦で先発を外れ、77分、ラ途中出場だった。エメリ監督は、もう少し時が必要だと考えているのかもしれない。式は、今は適応の時であり、彼には、それが必要。プレーのレベルは正しいが、チームは彼にも、と多くのことを期待している。もっと広いなエリアに顔を出して貢献し、より存在感を期しなければいけないねと語った。さらにエリ監督は、これはプロセスだ。彼の態度は良くは嬉しく思っている。適応を加速させるとだね。彼はプレーする準備ができている。ただ、と良くならなければいけない。そのために、リ組んでいるよ。これから、たくさんの試合が、リ、彼はたくさんプレーすることになるだろう。今は学ぶ段階だと述べ、これからの成長に期している。久保が定位置を確保するには、もう、4時間がかかるのだろうか。りょう。